皆さんこんにちは。住まいと暮らしに夢と豊かさを提供する埼玉県ふじみ野市のベストインテリアです。今回は私どもが取り扱うウィリアム・モリスコレクションアーカイブ5の中からとっても素敵な壁紙をご紹介します。このアーカイブ5の中に収録されているアップルのデザインネームがついた壁紙、カールしたアカンサスの葉と斑点のあるアップルのデザインになっています。オリジナルの作品は1877年にモリスによって発表されている壁紙です。娘のメイ・モリスの書斎にも使われていたとても素敵な壁紙です。このアップルのデザイン、今回発表は5色の展開になっています。このオレンジの方は大変こう生命感、生命力がある、なんとなくこう力が湧いてきそうな、そういった壁紙ですね。そして色違いになります。大変こう落ち着きのある感覚の、その中にこうたくましい生命力を感じるような、そんなデザインになっています。こちらもこう大変日本の住宅にも使いしやすい色合いかとは思います。グリーンでちょっとイエロー系の、アップルデザインになっています。この辺もこう大変落ち着いたイエローですね。どうでしょう。色味はホワイトとグレーで描かれています。一応こんな感じの壁紙デザイン、いかがですか。とっても素敵なインテリアが生まれると思いますね。どうぞインテリアに対するご相談は気軽に私どもベストインテリアにお声掛けください。埼玉県ふじみ野市のベストインテリアでした。